どうも、ヌヌです。ベンディ&ザインクマシンプレイ日記最終回。前回ようやく迷子の呪縛から解放され先へと進むことができたプレイ主。いよいよベンディの元へ向かいます。インクマシンの中を進み、扉を開けるとそこには、インクの玉座とテープレコーダー、これまで制作されたアニメが映し出されています。そして、ベンディが唯一知らなかったものが置かれていたのでした。それはジ・エンド。そう、終わりでした。そして登場インクの悪魔インクベンディ。インクベンディの突進を回避しながらレバーを下げていく。インクベンディの突進は当たれば即死。レバーで扉を開け進んだ先で第2ラウンドが待っていた。武器も他にヒントもないのでインクベンディに柱を壊してもらう。4本目の柱が壊れると真っ暗になったが、運よく扉の近くにいた主人公台座に終わりのフィルムをセットするとインクベンディは終わりを迎えたのだった。アニメ系キャラの可愛らしさの中に奇妙さや怖さがある作品で謎解きやパズル的要素もあってかなり楽しめました。未プレイでしたらぜひおすすめします。本編動画は概要欄のリンクからご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。